おはようございます。ジャスト株式会社代表、関正樹です。今回ね、ちょっと世界情勢っていうか、はい。地政学って知ってる？知ってる？なんか名前は聞いたことが。地政学、こう、地理の地に政治の政ね、はい。地政学について。で、どうもね、この地政学っていうのが基本的に英米系の、まあ、政治学だとか軍事の関係のベースにどうもある。でもね、これ触れてる日本人って少ないんだよね。で、大概エリートは、まあ、もうこの考えに寄っている。で、これ知っといた方がいいね。まあ、どういう考え方かって、まあ、基本的にね、国があるじゃんね。国があると、これは必ずね、領土拡大を目指すんだよね。なぜか分かる？まあ、基本的に食わしてられればいいよ。人口増えたりって、あれが欲しい、これが欲しいってなるとどうなる？まあ、資材が不足したりとか、新しい資源が必要になったり。で、まあ、基本、まあ、原始的な国家だと、基本的にこの隣の国でどうも、なんかこう、金が見つかったっつったらどうなると思う？その領土をなんとかうちの領土にして。っていう話だよ。はい。まあ、基本的にも国って戦争するっていう前提なんだけど、はい。まあ、そういう前提はい。なんだけど、ただこれ防ぐ方法がある。はい。どうしたらいいだろうか。戦争だよ、戦争。戦争を防ぐ。はい。今それって実際にやられてるんですか？もうそれやってる、やっやってる。てる。結局貿易をすれば、別にあ貿易をすればいいよね。あ。はい。要はここでなんか余ってるものがあったら、これと交換すればいいよね。はい。こう交換すれば、で、貿易をすれば基本的に戦争は起きませんよっていうはい。話で。ただね、時々ね、ここは売らないよって言ったりする。だから単純な貿易じゃダメなんで、あと関税かけて、ここから入って、まあ、売れないようにしちゃうとかね、関税かけたり、非関税消費っつって、いろいろな制度を作って、こう売れないような、こう貿易の不均衡が起こると戦争になる。戦争になる。なので、基本的に自由貿易、まあ、要はあなたも関税かけたり、こっちも関税かけないよっていうようにすると、戦争は起きないよって前提がある。ということで、まあ、自由貿易の本当の目的は何だろうっていうことだよね。何？もう平和というそう、か。平和、戦争しないためなんだよ。いうことなんだよね。ただね、TPP の目的は違うよ。平和っていう、もともと平和になってるところだから まあ、他人のこう、なんていうかな、こう合法的にこう、あれなんだよ、マーケットを共有するというか、奪うというかさ、そういう話になってくると思うんだよ。で、これがね、要は英米系の、こうエリートたち、ね、軍事、政治、経済のこうベースにあるこの考え方、いう話ですね。で、まあ、ちょっと一旦こう地政学的なことで、ね、一旦切りましょう。概論ね、概論。どうもありがとうございありまがとうごしざいた。ました。